こんばんは、吉田さん、メッセージありがとうございます。億万長者合宿リメンバーのね動画なんですけども、まあこれも言ってみればビジネスの一環と言えなくもないんですよね。まあそういう意識はないんですけども、結局ねどうやって稼ぐかってことになりますけども、あ、そうですね、働かないありという動画に対しての返信なんですけども、やっぱり多くの方が自由な時間を持ちたいとかね、まあお金もなるべくたくさん欲しいなと、で出費はなるべく抑えたいみたいに思うと思うんですよ。いや出費は全然気にしないよと、そんなお金のことあんまり気にしないよ、そんなに稼ごうなんて思わないよって方は、まあ今頃ね借金苦で破綻してると思いますので、そういう方はいないと思うんですよ。どんなに強がっても少しでもねお金欲しいですし、少しでも割のいい仕事がしたいし、できれば自分の仕事が高い単価でね買っていただけるように表現したいと思ってると思うんですよ。ただそう思ってもそういうふうになるようなね、それが実現できるような行動をしてないといけないですよね。ただやっぱりビジネスで稼ぎたいというふうにして集まっている人のほとんどが、吉田さん言われたように、なんかそれ以前のことでもうつまずいちゃってるっていうかね、なんかその、まあ、私としてはね、集客して商品作って紹介すればそれで終わりなんですよ、ビジネスって。ただこの3ステップ、この3つのことを、まあ、誰もしないですよね。集客しないですよね。集客せずに、私もね、集客がないところにもう私はビジネスの仕掛けようがないと思ってるんですよ。それがせっかく集客しても商品がないところに商品のね、まあ、売り上げの立てようがないと思いますし、自分でセールスしない限りお客さんがね、それいくらですかっていうことはないんですよ、だからこの3つの要素は基礎中の基礎であり、もう真実、まあ、いわゆるね本質なんですよ。だからそれ以外ないじゃないですか、ビジネスって。集客して商品作って買いませんかって売る、お金くださいと、いくら払ってくださいっていう売る、これ以外ないんですよね、まあ、結局私はやってるのはそれだけなんですよ。で売り上げが上がらなかった時ってこれをねあんまりやってなかったし、社員がいる時には社員にあんまりやらせなかったかな、強制してなかったなと思います。例えばね、お店をやって飲食店やってる時でもアルバイトの子に月間で15人のお客さんを呼んできて、1人当たり5000円使わせなさいっていうのを給料を払わす、給料をね払うためのミッションとすれば、多分店は潰れてないんですよ。まあでも集客を強要はしないし、作業は教えるけども作業も不十分でも文句をねつけることはないっていう風な甘々な暮らしを許してきた結果、まあ店は潰れますよね。だから売上げ上げるの誰って言うから経営者じゃないですからね、末端の従業員さんなんですよ。どう考えてもお客さんに接する人が次のお客さんを呼ぶか、もしくは自分の知り合いを自分の働いているところに呼んでくるか、これ以外にないんですよね。何でもかんでも経営者がやるもんではなくて、今の時代ね、従業員さんっていうのは作業すればいいと思うんではなくて、集客してセールスをしなくてはならないんですよ。で商品は会社が作るんですよ。ただそういう役割があるんだろうなと思います。商品を作るのにはやっぱり資本力が必要なんで、それは経営者のね懐にお任せするしかないんですけども、一従業員っていうのは集客する、そして接客する、セールスをする、そういうふうなね最低限の義務はあると思うんですよ。残念ながらね、それをしている人はあまりないんだろうなと思うんですよ、リアルな仕事でもね。営業マンですら契約取らない日があるわけですよね。何やってるんでしょうかねと思っちゃいますよね。平たくビジネスっていうマーケットで私に物を言わせれば、ビジネスをしてるのに集客しない人は必要ないですよね。でセールスをしない人も必要ないんですよ。そうするとね、ほとんどの人がやれなくなるんじゃないかなと思うんですよ。でもアルバイトをしようが、会社員で勤めようが、独立して仕事をしてようが、集客ができないってことは知名度だとかって思わないといけないと思うんですよね。で結果的に人が呼べなくても集客って行動をしないっていうのは、もうなんかそれ以前の話なんですよ。金が欲しいとか欲しくないとか、それ以前の話で、なんと言いますかね、その会社とかオーナーに養われてる状態っていうのでは、まあ、いつね首を切られてもおかしくないかなっていうところなんですよ。で今回ね、感染症騒ぎがあって10万円の給付ってありましたよね。であれは非常にまあありがたい話なんですけども、国が10万円払って当然っていう考え方はまた違うと思うんですよね。でやっぱりこの10万円じゃ足りないから、さらに10万っていうふうに要求したくなる気持ちも分からないでもないんですけども、やっぱりこれも違うかなと。ことビジネスをしてるというふうに自負するんだったら、自分がね自分の力で生きてるというふうな意識をするんだったら、誰にも助けてもらえなくても叩き出していく利益っていうのはいるんだろうなと思うんですよね。だからね、まあ、今日の
動画をまとめると、まあ、やるやつはねどんな状態でもやってるんですよ。でやらないやつはどんな状態でもやってないんですよ。まあ、それに尽きると、これで全て説明できるんじゃないかなと思うんですよ。どんなに不況でもビジネスのプロはその不況を逆手にとって自分のビジネスを成立させるし、で、まあ、言ってみればね、まあ、本当に言葉は悪いんですけども、ダメな人っていうのは景気が良くても困ってるわけなんですよ。これはどういうことなのかなと思っちゃいますよね。私も別にまだ笑える身分ではないんですけども、強く自分に意識してるのは最悪の時だと思える時こそ最善を尽くせってことなのかなと思います。まあ、今回は以上ですね。